今川動画製作所。あれ、野口じゃねえか。なあ神村、お前こんなとこで何やってんだ。仕事は？今日は休みだよ。親父が体調崩してよ。親父が？どうしたんだよ、何があった？心配すんな、ただのぎっくり腰だ。俺だけで営業してもよかったんだが、それだと親父がちゃんと休めねえからよ。一人暮らしだろ、ほっといちゃまずいだろうが。姉さんが来てんだ。だから逆に俺はいねえ方がいいだろ。幸子さんが？ま、俺が呼んだんだけどな。ああ、たく、お前はよ。あの二人はとっとと再婚すりゃいいんだよ。まだ惚れ合ってんだから。お前は事務所行かなくていいのか？今日は牧村たちが全員で遊びに出かけてんだよ。スパ線だとかなんとか。ああ、温泉か。お前は炭入ってっから無理だもんな。にしても、一人で歩いてていいのかよ。組長代行が。うちから徒歩一分なんだからいいだろう。そこに交番あるしよ。で、お前は何してんだよ。今日はうちの家族、遊園地行っててよ。帰ってくるの夜だから、昼飯買いに来たんだ。一緒に行きゃよかったじゃねえか。だから、もともと仕事の日だったんだって。親父がぎっくり腰になったの、午前中なんだよ。もう帰るとこだろ。だったら飯食わしてくれよ。ああ、急に予定が空いちまって暇でしょうがねえんだ。酒代くらい出すからさ。どうせ何も予定ないんだろ。予定あるわ。溜まってた本当にあった呪いのビデオシリーズとゾゾゾ見るんだよ。なあなあ、お前まだハイネケン苦手？俺買いたいんだけど。聞けよ人の話。お前んち来るの久しぶりだな。仇が幹部の家に気軽に来んじゃねえよ。つうかどうすんだよ、偽装離脱疑われたら。大丈夫だって。なんだかんだ森が親父と仲いいしよ。こっちの状況分かってっから疑いやしねえよ。こっちだって丸坊の鷲尾とつるんでんだろ。なんで知ってんだよ。牧村から聞いた。サツはムカつくが、繋がってりゃ都合がいいのは事実だもんな。そういうんじゃねえよ、あいつらは。分かってるよ、お前らそんな器用じゃねえよな。でも実際助かる面もあるだろ、お互いによ。んで、何食うよ。何食う予定だった？マグロの漬け丼、二人分はねえから、山かけてつまみにしちまうか。あとはキャベツがあるからグリルして。おお、ちっと待てるか？全然待てるけど、何すんだ？肉巻きえのき、お前好きだろ？うお、懐かしい。食いてえよ、頼むわ。お前まだ家じゃ気流しなの？夏はジンベエのが多いけどな。俺苦手なんだよ、前がパカーッと開いちまって。俺みたいな寸胴体型じゃねえと和服は合わねえからな。お、実力オカルトン、お前これ好きだったよな。過去形にすんな、今も好きだわ。大信号どこだよ、久しぶりに読みて。お前汚すから嫌だ。なあ、ここ結構客来んの？ああ、なんでだよ。ソファーが両脇空いてっからよ。お前よく片側本とか服で埋めるじゃん。小塚が来んだよ、ビール持って飯食わしてくださいってよ。そりゃ断れねえな、上の門の責任だもんな。けど今の時代、家まで押しかけてくるやつ見たことねえぞ。俺も初めて見たわ。なんだかんだ懐かれてんじゃん。どうだかな、若い連中は何考えてっかわかんねえよ。嬉しいだろ、正直になれよ。お前そういううざってえとこ全然変わんねえな。つうかたまにだったらいいが、週1週2ペースだぞ。おかしいだろうがよ。小塚って金ねえの？ああ、金あんのにここに来るなら単にお前が好かれてんだろ。いいじゃねえか、可愛がってやれよ。お前不愛想なのにそんだけ慕ってくれるやつそうそういねえぞ。うるせえな、兄貴風吹かせやがって。2ヶ月俺のが先輩だからな。2ヶ月先に部屋住みやってたってだけだろ。おー、うまそう、豚バラのえのき巻き昔よく食ったよな。金ねえ時のかさ増しにいいんだよ。かさ増しと思えねえくらいうまいじゃんか。うちでも作ってくれってリクエストすんだけど、めんどくさがられちまって。
実際家族全員分となると手間なんだろ。お前が負けよ。この豆腐は何乗ってんだ。ザーサイ刻んだやつ。そこにネギと塩少々とごま油。へえ、うちじゃミョウガとか乗ってるけど、ザーサイだと酒のつまみっぽくていいな。お前、今も組で飯作ってんの？毎日じゃねえぞ。お前は？飯は作んねえけど、掃除は俺だな。慣れてっからよ。はあ、お前水回りの掃除やたらうまかったよな。掃除といえば、セリカちゃんは元気にしてんのか？相変わらずだ。たまにケーキ送ってくるぞ。最近は編み物もやってるらしくて、この間はマフラーもらった。そういうとこだけ見てりゃ家庭的でいい子なんだけどな。料理とか常識の面で壊滅的なんだよ。正月も来たけどひでえことになったぞ。だから一緒に住んでやりゃいいのに。料理が得意で常識的なお前と、当時片付けが得意で非常識なセリカちゃんと、バランスいいだろ。非常識な人間と暮らしたくないですけど。割とマジで言うけど、セリカちゃんのこと女として見てねえの？いい姉さんになると思うんだけどな。マジで返すぞ。女うんぬん以前にこっちの道に引きずり込みたくねえんだよ。でもよ、セリカちゃんもこのままじゃ一生独り身だろ。あいつ意外にモテるからサクッと結婚するかもしれねえだろうが。ないない。だって前にセリカちゃんに男の趣味聞いたら、強し兄ちゃんより強くてかっこいい人って返してきたからな。ハードルクソ高いわ。お前あいつに何聞いてんの。セリカの話はいいんだよ、めんどくせえ。じゃあ事務所はどうだ。おっさんら元気にしてっか。相変わらずだよ。たまに来ちゃう。野球だのゴルフだの、そんな話ばっかりだ。かけてんの？それがよ、最近はゲームでかけてんだ。時代だよな。ゲーム？ルールは聞いてねえが、スマホのゲームで取った得点だのガチャがどうのって。はあ、なんかすげえな。他の組の若いのもやってるらしいぞ。野球や相撲でかけてた時代は終わったってことかね。野球は面倒なんだよな。規模でかくなるしよ。それにあれや、しっかりした胴元がいるが、これは楽でいいとさ。お前賭け事足洗ったのか。ほら、付き合いでやってただけで、そんなにハマっちゃいねえよ。何言ってんだ。20組の賭場で散々切れて、親父が詫び入れに行ったことあったろうが。だからそれ以来ギャンブルやってねえんだよ。今は誰か勤めてんのか。下はともかく上はいねえよ。へえ、珍しいこったな。牧村が補助するようになって金に余裕が出てきたからな。無茶なしのぎがいらねえんだ。牧村はすげえな。俺らじゃできねえ稼ぎ方だわ。大事にしろよ。て言うけどな、めちゃくちゃ大変だからな、あのバカの世話。あいつ頭ん中身素人だから常識がなさすぎんだよ。素人って言えんのかね。まだ。そっちはどうなんだ、変わりはねえか。おお、それなりにいろいろあるが順調だ。いろいろ？怖え顔すんじゃねえよ。そういう意味じゃねえ。通販の送料のシステムが変わったとか、革の質が悪いとか、そういう普通のあれやこれやだ。たく、お前はすぐマジになんだからよ。まあでも、お前がそういうやつだから、俺は気楽にやってられたんだけどな。ちゃんと謝ったことなかったよな。あ？俺ばっかり一抜けしちまって、本当にすまなかった。面倒事を全部お前に押し付けて一人で逃げちまった。おい、そりゃ本気で言ってんのか。くだらねえ。お前は家庭持ってんだ、抜けた方がいいに決まってんだろ。ほらな、お前はそういうやつだから、つい俺もそれに甘えちまって。あの時だって突発的に親父に抜けるって言っちまって、お前には事後報告だった。ずっと引っかかってたんだ。俺だけ楽になって悪かった。お前は辞めてから散々苦労したんだろうがよ、楽になってねえだろうが。それに
お前が親父の店で勤め出したって聞いて、俺は心底安心したんだ。突然右も左も分からねえ商売の世界に入って難儀したろうが、親父のそばにいてくれることに感謝こそすれ、文句なんざ微塵もねえよ。ああ、くそ。お前っていいやつだよな。俺をいいやつって思えるってことは、お前たちに恵まれてねえぞ。アホ、まともなダチくらいいるわ。お前と違ってコミュ強なんだよこっちは。仇になっていろいろきつい思いもしたけどよ、お前と話せなくなったのはマジで辛かったな。正直今も辛えわ。苦楽を共にしてきた仲だからな。アホ、優先間違えんな。わかってるよ、妻子持ちだからな。でもよ、今じゃたまにショートメールを送り合うだけだろ。やっぱ寂しいわ。情けねえけどよ。んじゃ、急に来て悪かったな。悪いと思ってんなら上がり込むんじゃねえよ。ちげねえ。中村、話せてよかったけど、もう来るんじゃねえぞ。わかってる。俺が偽装離脱疑われると親父まで立場悪くなるからな。でもたまに連絡するくらい許してくれや。ああ、たまにな。翌日、野口さん、 LINE 着信しまくりですけど。くそ、あいつに ID 教えるんじゃなかった。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。